沖縄で始まりました。空手は敵からの攻撃を防ぐためのものです。ですから自分の方から攻撃はしません。敵が攻撃してきたら防御、防ぐ、手を使う、肘、ここ、手、足、これだけです。今ではたくさんの人が空手をしています。女性も空手をします。小さな子供も空手をします。空手の競技を始まる前にはお互いに向かい合って相手にこれ挨拶をします。礼儀です。これを重んじます。だから空手は強いだけではダメです。きちっとした礼、相手に対する尊敬、これが大事にされています。さあ、それで